皆さん、スマートフォンといえば、どんなものがありますかねまあ、やっぱり有名なところで言えば、アップルの iPhone ですよね。はい。それから、まあ、エクスペリアとかあ、それから、Galaxy とかのね、n d r o i d こういった端末がありますよね。はい。そして、もう一つ、もう一つあるんですよ、実は。皆さん、知ってますか実は、あの、パソコンでおなじみ、Windows のスマートフォンが、 かつてはあったんですよえ、ー何そんなのあんのってね、知らない人もいますよね。はい。その Windows スマホ、実は私も持っています。バーンはい。これね、Windows モバイル。えー、刀01という機種です。はい。見て、ほら。これ、壁紙 Windows ですよ。あの、おなじみの。ほら、Windows 10と同じでしょほんで、これを上げるといいのかなほら、上げるとほら、おなじみのこのブロックタイルが、 出てきてきいろんなこのアイコンが使えるんですねはいなんとこのワードエクセルあのパワーポイントかな、はい、これがもう入ってんの標準ですごくない <laughs> 標準だよこれ標準で入ってるプチッてやったらほらワードが立ち上がってここで原稿がポチポチ打てるんですよ <laughs> ワードが入ってんだよスマホにえー、びっくりじゃないはいえっ、ー、とその他ですねはい まあ、アウトルックメールであったり、まあ、写真なんかここに貼ってあってこれ何ていうのあとクラウドのやつ何ていうのかなこのクラウド Windows のクラウドに直接つながっててあのね内蔵ストレージのような感覚でその Windows のクラウドなんていうやつだったかちょっと名前忘れたごめん <laughs> あのアウトルックじゃなくて何ていうんだったっけね Windows はワンドライブワンドライブかな間違ってたのごめん なんかそういうやつあるでしょ、Windows の。はい、直接つながってて、これがもうほぼほぼね、内蔵ストレージのように引っ張り出せるんですよ。あっちこっちにこうやってね、いける。すごいでしょ他にも、あと何だったっけ何かあったっけえっ、ー、と、あ、あとね、アプリは全部 Windows から調達するんですよ。Windows から調達する。はい、これどういうことか。どういうことか。この Windows には1つないアプリがあります。何か。 えっとね、あれです。えー、っと、なんだったっけえー、っと、アンチウイルスソフトがないんですよ、Windows って。な,いなんでアンチウイルスソフトがないと不安だよっていうふうに思われるかもしれないけど、これはね、もう全部、えー、っと、アプリがマイクロソフトが管理してるから、あ,あのねあの、ウイルスが立ち入る余地がないんだって、ウイルスが侵入されないあのスマートフォン、すごくない。 ねえ、すごいでしょ ?Windows のスマートフォンって。ねはい。こんな優れた機能があるのに、なんで皆さん知らないのってね。ねいうことは、それだけポンコツなんです。<laughs> これ、ほんとポンコツ。ポンコツすぎてね。もうどうしようもないの。はい。実はね、これ、もう、 シェア争いで負けて Windows はもう開発やめちゃってます。もうサポートしないんだって。え、多分ね、来年か再来年にはもうサポート終了でもうこれも使えなくなっちゃいます。そんな感じのやつです。<laughs> もうクズ。<laughs> 本当ね、もうね、えー、っと、まず一つ、さっき言ったけど、このアプリが Microsoft のアプリしかねた、ないから、アプリが、あの、ウイルスが介在しないって言ったけど、あのね、逆に言うとね、 えっと、ほとんどのアプリがない。あの、もうマイクロソフトのもう、なんかこう、使えないようなアプリのオンパレードで、クロームがないのよ。クロームがないんですよ。ね、Google マップもない。どうするかって言ったら、マイクロソフトの Edge を使う。ブラウザアプリってエッジだけなんですよ。はい。で、このエッジなんだけど、あ エエッッジジか、エッジってあれだよね Windows のパソコンで使ってるやつだよねまああんまり使えないけどまあお気に入りとか同期できたらもうそれで幸せじゃんって思うじゃんねパソコンのさお気に入りを、まあ、こっちで見れるってなったら幸せでしょなんとできないんですよパソコン上のお気に入りがこことね同期しないのこっちはこっちでやんなきゃいけないからね超めんどくさいんですよもうまずそれが使いにくいはい えー、その他行くとね、あとマップもね、すごいよ、マップ。これ、純正マップね。ちょっとやってみましょうか。このマップね、これ、どこがやってんのかな。ちょっとね、現在地が出てくるとちょっと困るから、あれなんだけど、えー、っとね、ちょっとじゃあ、現在地がわからないようなところに行きますよね。はい。こんな感じで、マップが出てきます。はい。こんな感じね。なんかこう、 よさげなんだけどこれさんなんていうのかなえっと一応ナビ機能があるんだけどこのね地図がそのまんまナビになるんですよこれがねこのまんまこれがこうナビとしてそのまんま使われるんだけど地図がこのままですよそのナビ用の地図に画面には切り替わってくれないの。これがまんま出るだからね超使いにくい あの、ほら、北とか南とかあるからさ、こうやって反転するとさ、文字も逆になっちゃうんだよ <laughs>。これが、すんごく徒歩ほしいよ。普通だったらさ、北向こうが南向こうが、ちゃんとほら、文字が、ちゃんとこれ正しく表示されたりするでしょうん。ところが、これが文字が逆さになっちゃうっていうね <laughs>。これなんだよっていう感じ。すんげえ残念。はい。まあ、そんな感じでね、あの、あらゆるところが、 残念なあ Windows モバイルです。で、これね、k a 0 1っていうやつは、実はね、プリオリ 3LTE と、あの、筐体がね、あのー、共通なんですよ。筐体が共通。はい。なのであの、ハードウェア的にはね、そんなに問題ない。まあ、カメラ性能も、まあ、あのー、なんていうのかな。まあ、めちゃくちゃ良くないけど、うん、まあ、うん、まあまあ、見えるかなっていう。 インカメラもアウトカメラもね、うん。でまあスピーカーの音とかもまあ、うん、いいかないい、うん。そんなにすごく素早くくらいないんだけどあのそう Android で使われているプリオリ3 l t e と同じ筐体だからねこのハードはそんなに問題ないんだけどもう OS がダメすぎてね、はあ、使いにくい。はい。うん、そんな感じかな。 ボロクソに言いましたけど <laughs>、あの、シェア争いで負けるということはね、それなりの理由があるのかなって。もう最初見たときはね、Windows のスマートフォンって俺もうなんか、未来を見たね、コンティニウムっていう機能もあってね、このスマートフォンが、あの、パソコンのようにして使えるっていうね、もう夢のような機能があったんですよ。そういうプロジェクトもあった。僕はね、常々思ってるのは、この、 外に持ち出せる端末をうちにそのまま持ってけるっていうのがねいいなと思ってはいこの何ていうのポケットに入れたこの写真であったりデータであったり文書であったりね外で作ったやつがそれがねうちに帰ってモニターに挿したらもうその世界観がブワーっとで普段家でねこのままこのパソコンを使い続けて家にある環境を外に そのまま持ち出せるっていうのはね、なんかそんな端末出てくんないかなって <laughs> まあ思ったんだけど、まあそれはね、儚い夢に思いましたね。うん、まあ現在はね、なんていうのかな、同期する技術が進歩して、まあそんなことしなくてもね、特にあの、アップルとかは、まあ、あと iMac、MacBook、それから iPad、iPhone、その辺のさ、まあ、 何ていうのデータのその共有がまあ優れてて別にその一つの端末じゃなくて別々でもそのね共有しやすいよっていう環境にはまあなりつつあるんだけどねはいまあでも僕はなんかこういうハードでねハードでなんか一つのものがなんか将来できないかなーってなんかちょっとそこを期待してますねはいいやーこのね このフリーテル。フリーテルのカタナ01っていう機種ですよ。うん。まあね、アイデアは良かったんだけどね。で、あの、フリーテルはね、この他にもカタナ02っていう上級モデルもあんだよね。いらねえんだけどさ、上級まあ、メモリとかがまあ倍増して、えっと、まあ、こう、ハードの性能をより高めたやつもある。あるけど、まあ、OS が <laughs> こんなんだからね。 はいまあ、かつてはね、いろんなメーカーも Windows モバイル出してて、まあ、フロンティアとか、あと何だったかな、いろんなメーカーあったね。うん、いろんなメーカーがあった。本当に各社がね、まあ、こどって Windows モバイルを出してた。バイオバイオもそうだったかな。バイオも Windows 出してましたよね。でもまあ、ことごとく、やっぱりこの既存のね、やっぱり Android、ね、Google のね、Android、それから Apple、iOS、まあ、ここがやっぱりこのシェアが、 こうやっぱりこうの Windows っていう狭い視野の中ではやっぱりこの開発がね思うように進まなくてもうあのちょっともう敗退したかなってことでまあ多分 Windows がこの後スマートフォン事業に参入するかっていうのはちょっと微妙かなうんなんかちょっと Google と Windows は何か 手を組むような感じになってきてるからね、まあ、ちょっとそれは難しくなってくると思いますけども、ね、はいまあ、てな感じでね、えー、このま型が出るように語ってみましたけどもいかがだったでしょうかね、えー、この動画がね役に立ったなと思ったらね是非チャンネル登録の方もよろしくお願いしますということでさとのチャンネルでしたまた次の動画でお会いしましょう